富士山からのご来光台湾高尾港の日の出の景色。日の出とは太陽系の自転する惑星や衛星において、1日に1回太陽が地平線の下から昇る現象である。本校では断りのない限り地球の自転によって起こる地球での日の出について述べる。日出とも表記し、この場合は日出とも読む。日本では 1>, 1月1日の日の出を初日の出と呼んで特別視する。また、鉱山の頂上から見る日の出をご来光と呼ぶ。通常の天体の出没と異なり、日の出日の入りの時刻は太陽の上端が地平線と重なった瞬間として定義される。さらに、大気差により、昇る太陽の光線の経路は地平線付近で大きく曲がるため、実際の日の出は 太陽の上端が地平線と重なるよりも前に起こる。太陽の見た目の半径は16分である。地平線付近の大気差は、大気の状況により異なるが、およそ34分である。よって、見た目笛の日の出は、太陽が地平線か、約50分の高さにある時に起こることになる。大気差を示した日の出時の太陽の図流が竹から望む、ダイヤモンド。 富士メディアを再生する日の出、富士山、ビデオストーンヘンジでの日の出東夜子の日の出日の出直後、米国ミネソタ州の日の出映像日の出の時刻は、季節や場所によって変動する。これらの変化は、地軸の傾き、地球の時点、地球の大円軌道による交点、月の影響等のためである。冬の後半から春、夏の前半にかけて、日の出の時刻はだんだん早くなり、夏の後半から秋。 冬の前半にかけて、だんだん遅くなる。ただし、最も早い日は、夏至とは一致せず、その一週間前頃になる。どれだけずれるかは緯度によって異なる。同様に、最も遅い日も、当時とは一致せず、その一週間後頃になる。リーブルビルの2008年の日の出の時刻。赤道付近では、日の出の時刻の変動は、主に、人しじさの変動によって起こる。 日の出の方位は、春分、秋分には真東になり、春分から秋分までは北寄りに、秋分から春分までは南寄りになる。ありがとうございます。